おはようございます。ケンです。今朝もテスラ関連の記事を紹介したいと思います。今朝のラインナップです。債務処理待ちで株価上昇、 AI ハイプがハイテクを持ち上げる、フォードのテスラとの EV 充電契約は GM や他のライバル自動車メーカーへのプレッシャーになる、スーパーチャージャーの取引でフォードとテスラの株価が 7% 以上急上昇、イーロン・マスク氏、テスラが他の自動車メーカーにより多くのコードをオープンソースにする可能性があると発言。これらの記事を紹介していきたいと思います。今回紹介する記事の URL は概要欄に記載しています。僕のこの YouTube では、テスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。まず現在のテスラの株価のチェックなどからしていきたいと思います。まずダウからですけれども、ダウはかなり大きくね上昇しております。300ドル以上上昇しておりまして、33,093ドルとなっております。そしてナスダックも大きく上昇ですね。277ポイント上昇し、12,975ポイント。そして S&P500 も結構上昇しておりまして、4,205となっております。そしてテスラがどうなっているかというと、テスラは一気に190ドル超えてきておりまして、193ドルまで大きく上がっております。ではなぜ今日ダウなどが大きく上がったのか、そしてテスラが大きく上がったのか、それをですね今日の記事で紹介していきたいと思います。まず最初に、債務処理待ちで株価上昇、 AI ハイプがハイテクを持ち上げる、こちらの記事を紹介したいと思います。債務上限に関する懸案事項が発表される中、最近の企業決算報告によって株価はナスダックを中心に上昇しました。バイデン大統領とマッカーシー下院議員は政府の債務上限を2年間延長することに合意間近と報じられています。ハイテク株、特に NVIDIA やマーベルテクノロジーは AI の楽観論から恩恵を受けて上昇しています。経済データではインフレ率が予想を上回り、個人消費が増加したことが明らかとなり、 FRB の利上げの可能性に対する憶測に影響を与えています。しかし債務上限に関する対立が続いているため、勝利者心理は低下していると、この記事では書かれていました。はい、ではこの記事の中にもありました、債務上限問題が合意間近、これ正直本当かなって僕は思ってしまっています。そして今朝の大幅な上げっていうのは、僕はやはり NVIDIA かなと思います。 NVIDIA が中心となって今上がっているんじゃないかなと思います。そしてこの状況をどう見ていくのかというところですけれども、まあ、合意間近で株価が上がっている、今の雰囲気だとこのまま上がるんじゃないかなって思うかもしれません。そうなると心理的に今買わないと損するんじゃないかなっていうのがあるとは思います。これはね、僕もね確かにあると思うんですけれども、ただ債務上限問題、これがきちんとした合意になるまでどうなるかっていうのはわからないわけですよね。なので僕はこのわからないっていう状況は静観です。結果的に債務上限問題が無事解決して株価が上がったとしても、それはしょうがないと思っています。それよりも、もし下がった時に買わなくてよかった、そう思うんだったら今は僕は静観かなと思い静観をしています。はい、まあこれはあくまで僕個人の考え方なので、まあ、このあたりをどう捉えるか自己責任でお願いします。では続きまして、フォードのテスラとの EV 充電契約は GM や他のライバル自動車メーカーへのプレッシャーになる、こちらの記事を紹介したいと思います。フォードはテスラとの提携により、フォードの EV オーナーは米国とカナダにある1万2000機以上のテスラ製スーパーチャージャーの利用が可能となりました。この契約により、将来のフォードの EV はテスラの充電プラグを使用できるようになり、アダプターが不要になります。この動きは他の自動車メーカーに、特に業界標準の充電プラグにまつわる充電インフラ戦略を再考させるきっかけになる可能性があると指摘しています。この提携は投資家に歓迎され、EV の普及を促進し、公衆の充電に対する不安を解消するための戦略的な動きと捉え、EV 業界の将来を形作る可能性があるとされています。はい、という記事で、このテスラとフォードの提携、これは本当、昨日のビッグニュースでしたね。日本でも速報があったりしているので、ご存知の方も多いと思います。
そして今日はですね、続きましてその結果テスラの株価が上がったという記事をね、紹介したいと思います。スーパーチャージャーの取引でフォードとテスラの株価が 7% 以上急上昇、こちらの記事を紹介していきます。記事の内容は先ほどとほぼ同じだったんですけれども、株価が 7% 以上上昇していますよということが書かれています。これは先ほどテスラの株価をチェックしましたけれども、そこでも大きく上がっていましたよね。今日はもうこのように急上昇しているわけです。で、結果的に昨日紹介した時は182ドルぐらいだったと思うんですけど、一気に193ドルまで上がってきているという状況ですね。そしてこちらの記事では、この提携によりテスラのスーパーチャージャーが米国における EV 充電の標準となる可能性があるとも書かれていました。そしてフォードは充電ステーションを1万から2万に倍増させることになります。この契約はポジティブに受け止められ、より広範な EV 普及のための大きな後押しとなるでしょうということがこの記事では書かれていました。はい、という記事でしたけれども、可能性、スーパーチャージャーが米国の EV 充電の標準になる可能性、これはつまりこれがうまくいけばアメリカだけではなくって世界の標準になる可能性もあるんじゃないかなと思いました。自宅以外での急速充電、これを考えたときに、日本の場合だとスーパーチャージャーもしくはチャデモとなります。これ本当僕がテスラに乗っているからとかそんなの関係なく、ひいき目なしでもスーパーチャージャーの方が絶対にいいです。これは本当使ってもらったらわかります。そしてその使ってもらうとスーパーチャージャーの良さもね、わかると思います。例えば先日僕は家族で広島旅行をしました。この旅行はですね、そのうち YouTube にもアップするんですけれども、広島から福岡に帰ってきた時に、帰宅後に電池残量が 20% ぐらいまで減っていたんですよね。そして福岡のスーパーチャージャーで充電をしたんですけれども、福岡のスーパーチャージャーはホームセンターのコメディの駐車場の外側にあります。そしてその向かい側にはコスモスというドラッグストアが横にあります。で、福岡や九州の人にとってコスモスというドラッグストアは本当馴染みがあって、コスモスで買い物するっていうのはね、よくあります。我が家もコスモスで買い物することは多いです。なので先日広島から戻ってきて、スーパーチャージャーで充電している間にちょっとね、家の買い物をしたんです。ほんと時間としては10分から15分ぐらいだったと思います。特に何か時間稼ぎをしようとかそういったことをするわけではなくって、普通に買い物をした感じですね。そして戻ってきたら充電が 80% 近くまで回復しているわけです。これ正直僕はめちゃくちゃ便利だなと思いました。プラグを挿しておくだけでそこにいる必要もないわけですね。ガソリンの場合ってガソリンを入れてる間ずっとそこに居続けないといけないじゃないですか。それがないんです。プラグに挿しておくだけで買い物に行くと、それだけなんですね。で、このような生活、正直慣れると僕はね、便利だと思います。一つだけ言っておくことは、僕は別に EV 推進派ではないです。僕はガソリン車を否定しません。だってガソリン車が好きな人は多いからです。そして今の現状だったら、マンションだと EV が不便っていうのもよくよくわかるので、僕はガソリン車を否定もしないです。そして別に EV をどんどん推し進めていこうっていう風な推進派でも僕はそんなにないです。けど、スーパーチャージャーでどの車種でも充電可能っていうインフラが整うのならば、僕はね、EV 化っていうのは一気に進むんじゃないかなと思います。あとは、このフォードがテスラと提携したっていう動きですね。他のメーカーも追随できるかどうか、自社のプライドとか捨てて追随したメーカーが勝つんじゃないかなと僕は思いますけれども、皆さんはどのように思いますか？ぜひコメントの方で教えていただければと思います。では最後に、イーロン・マスク氏、テスラが他の自動車メーカーにより多くのコードをオープンソースにする可能性があると発言、こちらの記事を紹介します。フォードとの提携の中でイーロン・マスク CEO は、フォードの CEO であるジム・ファーレイ氏との議論の中で、テスラが自動車用 OS コードの一部をオープンソース化し、Google や Apple と競合する可能性があることを示唆しました。このオープンソース化は、フォードがソフトウェアでアップデート可能な自動車を作るというのが難しいというコメントを受けてのものです。また、この提携の話の中で、サプライチェーンの提携の可能性も示唆しています。はい、という記事でしたけれども、テスラとフォード、協力し合って取り組んでいくということがね、予想されます。
きっと電池などもね協力し合っていくんじゃないかなと思いますし、その結果として EV 化が促進していく可能性もね十分にあると思います。イーロン・マスクさんはテスラだけが勝てばいいとはね思っていない。地球のことを考えるっていうのがそもそものベースとしてあるので、 EV 化のために今後も他社次第ではあると思いますが協力はしていくと思います。はい、ということで今日はですね、今日の株式市場のニュースとフォードのテスラとの EV 充電契約、そしてその結果としてのテスラの株価が 7% 以上上昇し、さらにイーロン・マスクさんがより多くのコードをオープンソースにするという記事を紹介させていただきました。まあ、今日は本当この関連記事ばかりで、テスラにとっていい記事ばかりでした。もう個人的な意見ですけれども、ぜひね、スーパーチャージャーを世界標準にしてもらいたいと思いますね。はい、ではですね、最後に今日のコメント、こちらをね、紹介したいと思います。今日はヒロシさんですね。アメリカの警察発表によると、自動運転の事故でテスラ車が7割近くを占めています。アメリカのロボタクシーの事故は年間300数十件の事故を起こしています。明らかに人間が運転するより多いです。ロボタクシーは市民にとって迷惑な存在になっています、とのコメントです。ありがとうございます。このひろしさんのコメントの中で、自動運転の事故でテスラ車が7割っていうことですけれども、そもそも自動運転の車がそこまで多くはないんじゃないかなと思います。その結果として結果的にテスラが多いっていう可能性もあるかなと個人的には思います。そしてアメリカのロボタクシーの事故、年間300数十件っていうデータがあるようですけれども、これはね知らなかったですし、実際にもロボタクシーが結構動いているっていうこともあまり知りませんでした。まあ、このロボタクシーの事故、まあ、これも今後の技術の進化かなと思いますし、このロボタクシー事業にテスラが参入してどうなっていくのかっていうのも見ものかなと思います。で、明らかに人間が運転するより多いというコメントですけれども、きっと今後もこのような議論っていうのは出てくると思いますけれども、やはり望むこととしてはもっと事故のない未来になってくれればいいかなと思います。昨日もねコメントいただきました。ありがとうございます。またぜひ今日の内容に関してもコメントの方をよろしくお願いいたします。はい、このような感じで僕のこの YouTube ではテスラや EV に関する海外の最新ニュース、テスラ全般、テスラのアクセサリーなど、テスラを応援し、テスラのある生活について発信しています。テスラ EV に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。また、今回の動画も参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。今回の内容に関してコメントをもらえると嬉しいです。コメントは必ず返信します。ぜひ今日の記事の内容でどのように思ったのかコメントの方をよろしくお願いいたします。そして今回の記事の内容はブログの方にもアップしています。ブログの URL は概要欄に記載しています。では最後までご視聴いただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。まず LINE のオープンチャットを使ってテスラの将来や AI、Web3 など未来の最新技術に関する情報交換するグループを作りました。参加費は無料です。今後のテスラや未来の最新技術についていろいろと情報交換しています。結構毎日盛り上がっていると思います。ぜひね、未来の最新技術など知りたいとか、情報を一緒に共有していきたいと思われる方は、一緒にね、情報共有っていうのをしていきましょう。参加方法は画面に表示している通りです。まず、概要欄に記載していますが、僕の公式 LINE に登録してもらい、僕に何かしらチャットを送ってください。そうすることで、僕の方が返信できるようになります。その返信で、オープンチャットのリンクを送らせてもらっています。はい、あっという間に1週間も終わりまして週末ですね。この週末ですけれども、明日家族で少しね遠出をするんですけれど、その様子もまた YouTube でアップしたいと思っていますので、収録も兼ねていこうと思います。そして結構今収録が溜まってるんですけれど、編集の方をですね人にお願いするようになりましたので、その編集もね徐々に上がってきています。で、徐々に上がってきているので、随時ね完成した動画っていうのは今後アップしていきたいと思っています。そしてテスラのある生活をもっと届けて、 EV の生活っていうのはどういったものなのかっていうのが分かるような動画ですね、それを頑張って作っていきたいとも思っています。はい、まあ、このあたりに関しては僕はまだあまり動画をね作っていないので、かなり改善項目は多いと思いますけれども、まあ、いろいろとね試行錯誤しながら改善し、動画をね作っていきたいと思ってますので、ぜひその動画もご覧になってもらえればと思います。第1弾というか、日曜日の夕方に1本動画をアップします。これは結構ねお役立ち動画として役に立つんじゃないかなと思います。そしてその動画は EV とかテスラとか関係なくって、車所有している全ての人の参考になるんじゃないかなと思っていますので、ぜひね日曜日の夕方公開します。それもご覧になってみてください。はい、では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。素敵な週末をお過ごしください。ではまた。